U モバイルさんのね、5ギガバイトのプラン、月々1480円なんですけれども、この2ヶ月間ね、無料で使えるというキャンペーンをね、申し込んでですね、現在、こちら、このルーターに挿してね、使ったんですけども、見えますか？ちょっとね、ピントが合いませんけどね、これ要はね、5ギガは超えちゃってます。5.18GB 使いましてですね、速度制限がかかりました。今の現状ね、いわゆる 200kbps でね、運用しております。でね、気になるのはね、速度制限後の速度がどうなるのというところなんですが、ちょっとね、いろいろ使ってみたんですよ。まずツイッター、これちょっと開こうかな。ツイッター今開くかな。今ね、Wi-Fi でね、こう接続してね、低速回線で今通信している状況です。こちらのルーターでね、この Chromebook パソコンを通信しております。で、じゃあ、まずは Twitter を新しい、タブで開いてみますね。ちょっと読み込みかかるかな、時間。読み込みちょっと時間かかりますけども、結論から言うとね、文字ぐらいならなんとか、テキストもなんとか、画像はね、ちょっとあと時間かかりますけどもね、ギリなんとかなるかなと。でも今ちょっと時間かかりすぎですね。で、この他にも、テレビ番組表、ダメだ、リロードになってるね。ちょっと重たいと。ね。で、今来るかな。こんな感じですね。はい、今出ました。なんとか出ると。ちょっと待ちましたけどね。先ほどはね、もうちょっと早かったんですけどね。なんとか見れる。ギリね。で、この中にもテレビ番組表とかね、が意外と軽いんだと思って見れたと。で、Google サービスありますよね。で、カレンダーを使ってみたんですよ。カレンダーね。パチッと。ちょっと待ってね。カレンダー、どれ？あ、これだ。カレンダー、ポチッとね。カレンダーポチッとやると、ちょっと読み込み少し待ちますが、カレンダーもね、使えるんですよ。ちょっとお昼近くになってきて少し速度が落ちてきたかなと思うんですけども。でも遅いですね。何が言いたいかと思ったら言うとね、使えるものもあるんだ。出てきた、出てきた。読み込みちょっと時間かかるんだけども、読み込み中とね。一旦読んでしまうと、今これ週表示。月表示に変えてもね、日表示に変えても、予定リストと。パカパカ、動くと。で、こういう Google サービスは、Chromebook なんでね、相性が良い。で、しかも Chromebook って速度が他のパソコン、スマートフォンとか、Windows タブレットとか、iOS デバイスとかね、Apple 製品とかなんかと比べると、圧倒的にね、動作が軽いです。特に、低速回線を使った時はね、結構このパソコンすごく有利なんですよ。なので、こういうのは、動くと。こんな遅い回線でもね。でですね、この他にも Gmail なんかも普通に開きます。ただね、Gmail は使えるんだけども、他社のフリーメール、Windows のライブメールとかね、Yahoo メールとか、あの辺はもうダメでした。遅いですね。すごく時間かかります。で、今もほら、読み込みまだ、Gmail でもこんなにかかってるんですよね。今もうお昼近いので、混雑時間帯に入ったので、ちょっと時間かかってますけれども、午前中であればギリ見れるという感じ。でももうリロードですね。ダメですね。もう今重くなってるという感じ。今出た。出ましたけどね。で、他行くとね、Google マップ無理です。Google ドライブ表示しません。で、Chromebook の標準のファイルアプリでね、ドライブを早く見ることが可能なんですが、これもね、実は、パパッと出るんですよ。で、Google ドライブもここから開けてパパッと出るんだけど、次。これはなんだ？これは、あれだ。ドキュメントをちょっと表示してんだけど、写真をね、じゃあ表示してみるとですね、これサムネイルはもう出ないんですよ。このアイコンは出るんだけど、サムネイルが表示されないと。これ本来はもうパパって言うんだけどね。やっぱ速度制限かかると、やっぱ遅いですね。一応、U モバイルでは、200kbps の速度を出してるということなんです。こんな感じでね、いわゆるね、もう今ちょっといろいろ説明しましたけどね。
要点を言うと、使い物にはなりませんよ。まあ、今、最初に挙げたのは、使えるものを代表的なやつを取り上げたんですけども、それ以外のものはもうほとんどダメですね。もうマップは当然使えないし、他のブラウジングもめちゃくちゃ厳しいです。じゃあブログをなんか開きますかね、一個ね。じゃあブログ開きますけど、今カチッとやったんだけど、まだ Gmail の表示のまんまだから。はい。変わりませんね。ああ、出るかな。これは僕のブログだけど。まあ出ません。まあこんな感じですよ。これはいわゆるイライラするっていう速度ね。遅くてもさ、イライラしない速度ってあるじゃん。これは遅い、イライラする速度です。使い物になりません。ところがなんですよ。ところが、実はなぜか、YouTube は強いんですよ。え？ YouTube。これは割とね、快適に見れるんですよ。動画再生も、時間によりますけどね、240p の再生が可能なんですよ。通常でもね、144p でもちょっと待てば、速度制限かかってもね、結構見れたりします。まあ、この辺はね、フリーテレでも、紙プランでも、動画再生はね、可能なんですけれども、実は私ね、この U モバイル2ヶ月無料キャンペーンね、契約してですね、まあ、5ギガ使い切ったらね、2ヶ月間、5ギガ、5ギガ、合わせて10ギガをね、使い切ったら、速攻解約しようと思いました。ね、U モバイルさん、ごっつぁんですと思ってたんですよ。ところがですね、なぜね、U モバイルが2ヶ月無料キャンペーンをやったのか、わかりました。これね、なかなかいいですよ。何がいいのか。どこがいいのかね、ちょっとご説明したいと思います。これね、今、このスマートフォンと、こちらをね、このルーターね、この E モバイルの SIM が入ったルーター、Wi-Fi 接続しております。で、速度見ますね。すごいことになりますよ。これお昼。お昼ちょっと前か。お昼ちょっと前ですけども、ピング61ね。まあまあいいですね。ほらほら。もう、20メガしか出てないですよ、これ。40メガ、50メガ。あ、50メガやった。0.06メガ。だから60キロ。で、ところが上り。ほら。こんな早いんですよ。3メガ以上出てます。で、さっき測ったら8メガとか10メガとか出てました。で、これ。ロケモバの紙プランでも結構やんですけども、ね、結構その、スピードチェックの時だけ早く出すっていうね、ちょっと小ずるい手を使ったりするんですが、これね、実はガチです。なんとですね、YouTube の動画アップロード、それがね、めちゃくちゃ早かったんですよ。ほんとこの、今出てる2.87メガ、もっと早いですね、体感的には。10メガ近い速度が出てんじゃないかなっていうぐらいの速度が出てます。なので、その様子をですね、もうリアルガチな動画、その時の様子はね、別の動画で撮っておきましてですね、概要欄の方にリンク貼っておりますので、まあ、暇な方はね、ご覧になってください。どんな感じかがわかるかと思います。こういうことがあってですね、私、この U モバイルの SIM、5ヶ月、あ、ごめんなさい、5ギガでは契約しないんですけれども、基本プランであるね、どれだったかな。この790円のやつかな。そうですね、790円。1ギガ790円のプランは、継続で契約しようかなと思います。つまりその U モバイルの SIM をですね、YouTube 動画のアップロード専用として使うと。で、その他は通常はですね、ロケットモバイルの紙プランで運用しようかなと思います。この2つを合わせてもね、月の通信費は1000円ちょっとなんで、まあ十分かなと思います。ロケモバの紙プランさえあればね、通常のブラウジングとか YouTube の視聴ぐらいは十分可能というのはね、過去の動画でも確認しておりますからね。で、
動画をアップロードするとき、そのときだけ、U モバイルを使おうかなと思います。そうすれば、無駄にね、データを使うこともありませんし、200kbps でもね、一応、あまり使いすぎると、速度制限をかけますよということなんでね、これはもう本当アップロード専用に絞って使おうかなと思っております。てな感じ。結論から言うとですね、高速回線も意外と品質がいいですし、私のようなね、用途に合うという使い方だったらね、なかなかいいんじゃないかなと思いました。これが私の U モバイルの感想ですね。